はい、どうもタンタンです。今日はこちら DCT ですね。 DCT から新しいモデルが今回登場いたしましたので、そちらをご紹介したいと思います。モデル名が DUC の480というコンサートサイズなんですけれども、こちら、スプルース短板トップに、サイドバックがこちらローズウッドを使っておりまして、トリムとここのロゼッタ、ここにはね、アバロンで綺麗にインレイが入ってて、さらにはここですね、こうベベルドになってエルボーコンターがついていると、そんな感じの仕様でございます。でヘッドはこんな感じですね。はい、スプルースの短板だけあって非常にボリュームがありますよね。で明るくてすごく伸びやかなサウンドかなと思います。この価格帯のウクレレの中では非常に鳴り響きのいい、一本なんじゃないかなと思います。ニューモデルで、出てきて本当にどうだろう、今回で、これでね3万円台ぐらいの販売価格ですけれども、かなり柔らかいタッチで弾いてもパリッと明るく抜けのいいサウンドになってるんじゃないかなと思います。いろんな場面で、使えそうな音色ですよね。はい、ということでこちら DCT からですね、ニューモデルでございます。こちらコンサートサイズの DUC の480というモデルですね。スプルース短板トップにサイドバックがローズウッドを使った、はい、こちら新しいモデルでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。